さて、今日は敬老の日です。新潟市では中原市長が来月100歳になる女性を訪れ長寿を祝いました。おめでとうございます。ありがとうございます。中原市長が訪れたのは新潟市西蒲区に住む吉川清さん。大正11年生まれの99歳で来月23日に満100歳になります。ご健康の秘訣は？好き嫌いはないし、はい、何でも食べますし、はい、ステーキが好きなもんですから、岩室でステーキ屋があるんですよね、はい、そこよく食べに行きます。そうですか。さらに吉川さんは自ら考案したという健康体操を披露しました。これを50こうやって、そして手をこうやって、いやーすごい。4人の子供に恵まれ、10人の孫と8人のひ孫がいる吉川さん。来年つけると10年終わるんです。9年前から日々あったことやその時の思いを日記にしたためています。今日の日記には何を書くのか尋ねると、長原市長さんがおいでになって本当に楽しかったし嬉しく思いました。まあ110歳ぐらいまでは行きたいと思うんですけどね。県によりますと今月1日現在で県内の100歳以上の高齢者は2343人いて、最高齢は111歳です。